こんにちは、なおです、この DVD を、お買い上げの皆さんは上手くなりたいのその一心で、買っていただいたかとも思うんですけれども、ぜひ最後まで一緒に頑張っていきたいと思います。まず、知っておいた方がいい基礎知識と、あとブルースを使って2-5 を、学んでいきたいと思います。最初の方はね、理論とかがいっぱいなんですけれども、まあそこは誰しもこう通らないといけない道なので、まあ、最後まで頑張ってね見てもらったらいいかなと思います。まあ、最終的にはアドリブが一緒に吹けていけたら一番いいんですけれども、その辺自分で、まあ、曲を例えば書いていく、曲とまでいかなくてもフレーズを書いていったりですとかね、その音楽の楽しみをもっともっと、深く持っていけたらいいなって思うので、どうぞ最後まで頑張って練習してください。はい、それでは基礎知識の方から勉強していきたいと思います。まず、言葉としてはスケールとコードっていう2つが出てきますが、まずスケールを説明しますね。一番初めにこのドドレミファソラシドっていう言葉が一番慣れ親しんでるとは思うんですけれども、ここでは音名のことを CDEFGAB っていうふうに読むことにします。そしてこの下にギリシャ数字はそれぞれの音に番号がついてるんですが、これはもう左から1、2、3、4、5、6、7、まあ、7番目の音、1番目の音っていうふうに呼んでいきます。そしてスケールですが、まず波長調ですね。波長調のことを C メジャーと言うんですけれども、こちらを見てください。コードには、2種類があるんですけれども、メジャーの方が、まあ、明るい響きを持っている長調。で、マイナーの方が、暗い響きを持っているコードになりますが、まずこの C で見たときに、このドミソ C、1357の音を積んだときに、これは明るい、こっちの長調、メジャーの方の響きがするんですね。で、この D、2番目の音になると、今度はマイナーの響きをするコードになるんですね。そしてこの星印、次のこっち星印、こっちからこっち飛びますが、G、こちらはまた明るい音の響き、ソシレファ、それぞれ同じ1357っていう音を積んだのが、まずはコードというふうに読むので、この2つ、スケールとコードっていうのを覚えておいてください。もちろんこれをドレミファソラシド、全部で12キーあるんですけれども、その前調をまあ練習していただくとより上手くなるかなっていうふうには思うんですが、まあ最初は無理と思うんで、一つずつやっていきたいと思います。このド、もしくはレ、ソ、まあ、C、D、G ですね。これを後々やっていきたいと思います。そしてこの星印の2つを注目してもらうと、2番目と5番目の並びになりますが、このことをね、2-5って言うんですね。これはジャズの中では一番大事な重要なポイントになってくるんですけれども、先ほど言いましたこの、マイナーの響きが出るって言ったのがこの2ですね。2-7と G、 これは1-3-5-7つ音を積んでるので、まず5-7ですね。2-7の、5-7、こういう音の並びを後々勉強していくので、ここではこういう C の時に言うと、これは Dm7、 そしてこっちが G7、 こういう解釈になってくるので、これだけまず覚えておいてもらって、後で説明していきます。はい、では次に、この Dm7、G7 っていう風に2-5を先ほど言葉にしましたが、こちらのまず G7 スの方見てもらうことにします。で、 G をトニック、主音ですね、トニックに考えた時にソラシドレミファソ、まあ、この時ファーシャープがつくのが通常メジャーのスケールなんですけれども、ここにカッコした音が一つ入ってきます。ソラシドレミファナチュラルファーシャープ、そう、
これ一つ多いじゃないかと思うかもしれませんが、実はこのソからこのカッコありの音を入れるとビバップセブンススケールっていう初めて聞く名前かもしれませんが、あのビバップセブンススケールっていう風になります。これがいわゆるこの2-5の中のこの G7 ですね、5番目の音のセブンススケール、これがいわゆるこのビバップセブンススケールになりますので、これを皆さんで練習していきたいと思います。はい、それでは実際に G7 のサウンドが鳴ってる中でビバップセブンススケールを練習してみましょう。まずはじめに私が吹きますので、その後お家で自分で吹いてください。今はスケールをやりました。続いてコードをやります。はい、それでは次に251 Dm7 G7 C メジャー7の中で練習してみましょう。